浜田康則は日本の政治家。元徳島県小松島市長。徳島県三馬郡、脇町の酪農家に生まれた。徳島県小松島市徳島県農業大学校、卒業。1978年、農家の浜田家の無雇用紙として、小松島市串淵町に移り住んだ。原木椎茸の栽培をはじめ、1987年に金賞栽培に切り替えた。 1994年、くしぶち、しいたけ組合を設立。1997年、有限会社浜田農園を設立。2000年、株式会社化し、株式会社浜田農園となる。2001年、三間市串淵共同組合を設立。2003年7月、同組合代表理事に就任。2007年、株式会社浜田農園社長を退任し、 会長に就任。2007年5月、小松島市議会議員に就任。2011年、再選。2013年1月27日に行われた、小松島市長選挙に立候補し初当選した。2013年2月3日に、小松島市長就任に伴い、三間宿支部地共同組合代表理事を辞任した。2017年、無投票により再選。 2020年4月13日、一般廃棄物最終処分場をめぐる対応などについて考えの違いが生じたとの理由で副市長の孫田務を解任した。4月15日、浜田が市営刑輪場の運営業務委託先の公募で入札業者の採点結果の改ざんを職員に要求するような発言を内部の会議でしていたことが明らかとなった。 共同通信が録音を入手し、浜田は自分の発言で間違いないと認めた。また、解任した玉ごたえのパワーハラスメントも指摘されていた。同年4月20日、市議会以上に辞職願いを提出。市議会は同日の臨時会で同意し、4月30日付の辞職が決まった。ありがとうございます。